はい、こんにちは。洋介釣りチャンネルです。今日はお料理編ですね。大会、キス釣りのね、大会とか出ると、どうしても小さめのね、キスとかも、持って帰ることになっちゃうので、こういうね、型がいいのもいるけど、小さいのもね、どんどん調理して、今日はね、だしを使ったキスの南蛮漬けをね、ご紹介したいと思います。できるだけ簡単にね、キスを処理する方法も合わせてご紹介したいと思いますので、どうか今日も最後までご視聴の方、よろしくお願いします。はい、じゃあね、処理の方していきたいと思います。キスです。たくさん、多分ね、2キロ近くあります。大きいのはね、フライにしようと思ってるので、これぐらいのサイズはね、フライにしていきます。で、あと小さいのね、全部南蛮漬けにしたいと思いますので、じゃあ早速ですが、やっていきましょう。ちょっと先にね、鱗だけ落としていきます。どうやってもね、鱗はちょっと落とさないと、もごついちゃうんでね。いつも通り、ペットボトルのキャップで、まずは鱗を落とします。はい、じゃあちょっと先にね、フライ用だけ処理したいと思います。以前紹介しましたけどね、使うのは便利アイテム、軍手ですね。これを軍手でこすります。はい、これでね、 OK。 カメラあるんでやりにくい。はい、これフライ用の下処理です。今日食べる分はね、残しておいて、で、食べきれない分はちょっと水分を少し拭き取って、水分をね、軽く拭き取って、よいしょ、冷凍しておきます。意外とフライもね、パクパクいけちゃうんで。これは冷凍庫に入れて次の時に使います。これはね、これは今日食べる分です。さあ、次に南蛮漬けの方をね、処理していきたいと思います。
まずは鱗落としからですね。全部鱗を落としていきます。鱗落としがやっぱり一番面倒くさいですね、作業で。まあどうせね、揚げちゃうんでね、あんまり綺麗に取らなくてもいいと思います。ギザザッとね、はい、鱗落とし終わりました。これがね、一番めんどくさいんですよね、鱗取りはね。はい、もうここまでくればね、あとは簡単です。よいしょ。じゃあね、やっていきますね。やっぱりね、軍手があるとすごく便利です。よいしょ。もう包丁はね、包丁入れるのは人たちだけ。よいしょ。普段ね、これぐらいの角度で、まあお刺身とかね、お刺身作るときとか処理するときこれぐらいの角度でね、包丁入れると思うんですけど、もっとね、角度つけて、お腹のね、この辺ぐらい、お腹の半分ぐらいまでね、切り取れるぐらいの角度で包丁を入れていきます。見えるかな？ズバッと、斜めに。まあ、その分ね、少し、なんだ、身がね、減りますけど、もう数が多いのでね、そこは気にせずに。そしてもうこのまま軍手親指突っ込んで水でね、グリグリグリとしごきます。そしたらね、こんな感じになるので、もう、若干ね、身を潰すぐらいの感じで親指突っ込んでね、グリグリやると綺麗になります。黒いのがね、残るので親指でグリグリグリと。 OK。 こんな感じ。こんな感じです。これでね、どんどんやっていきます。はい、よっこいしょっと。処理終わりました。頭取るとね、だいぶ少なくなりますけどね、それでも結構ありますね。よいしょ。さてと、じゃあ次の処理へ行きましょう。はい、じゃあね、ある程度水気が切れたら、ドドンと。はい。ここでね、塩コショウで下味つけてもいいと思うんですけど、僕は血圧が高いんでね、どっちしろの南蛮酢につけるので、もう下味はつけません。薄力粉ですね。薄力粉をまぶしていきます。
よいしょ、はい、少しね粉が馴染むまで、置いといて、その間にねフライの用意と、お野菜、南蛮漬け用のね野菜を準備します。はい、じゃあフライ用のダッパー液作っていきます。っていうかもうめんどくさいんでね、最近卵溶いたりいろいろ面倒なんで、もうフライのねダッパー液は天ぷら粉使ってます。それにお水入れて、もう水の量も結構適当。フライの方はね、これ下味つけた方が絶対美味しいと思うので、これは適当に塩コショウをね。振りかけてます。もう片面だけでいいと思います。次に、南蛮用のお野菜ですね。魚麺とは逆の方でやっていきます。玉ねぎ1つ。次に人参、余ってる人参1本使う、もうどうせなんで1本使いましょう。次にピーマンです。これも全部使っちゃいましょう。ピーマンも細切りにします。はい、これで南蛮漬け用のお野菜準備 OK。そしたら次に南蛮漬け用の南蛮酢かっこだし入り作っていきましょうかね。よいしょ、タッパーこれ使います。今回は1個で足りるかな、2個作るか、ちょっと量が多いんでね入らないとあれなので、タッパー2個使います。使うのがだしです。昆布だし、これが600ml で半分です。なので 600ml、 よいしょ、300、600です。これにスティックだしを半分、大まか半分で入れます。まあかつおだしでもね、いりこだしでもいいと思うんですけど、僕は昆布が好きかな。溶かします。みりんをね大さじ5杯です。大さじ8杯。この辺の濃いさはね好みに合わせてください。
砂糖どんくらい、4杯ぐらいにしようか。大さじ4杯、ちょっと適当です、分量が。ここでお酢ですね、穀物酢。これを 300cc、 300だね。あんまりね、酸っぱくならないんでね、酸っぱいのが苦手な小さなお子さんとかね、この味付けだとパクパク食べれると思います。だしは完成です。溶けたらね、タッパーに。で、半分をね、そこに、具材の半分をね、もうそこに入れておきたいと思います。じゃじゃっと、人参さん、玉ねぎ、ピーマン、残りはキスの上から乗っけます。じゃあまずフライちょっとね、先に揚げますね。油に火をかけて、はい、下味つけたキスです。これを天ぷら粉のダッパー液につけます。換気扇を回すのでね、音がうるさいかもです。よいしょ、上げていきます。ある程度ね、焼き色ついたら完成です。コロコロスライ完成。美味しそう。はい、じゃあどんどんね、揚げていきたいと思います。よいしょ、もうね、上がったキスは粗熱取れたらどんどんつけていきます。だいぶ出来上がってきました。やっぱり2キロぐらいあったんでね、量が多い。これ一人で食べるんで、何日間食べなきゃいけないんだろう、南蛮漬け。まあ意外とね、あっさりペロッと食べちゃうんですけど、はい、全部タッパーに詰めました。どっさりだ、やべ、何日分あるのかな。そして上から残りの野菜を、はい、これで完成です。使ってくるとね、少し沈むんでね、お出汁で浸かると思います。どうして、よいしょ、よいしょ、よいしょ、うん、
南蛮漬けとキスフライ完成です。大事なの忘れてました。唐辛子、輪切り唐辛子入れちゃいます。よいしょ、大好きなんでちょっとたくさん入れとこう。よいしょ、おいしそう。はい、ということでね、今日も最後までご視聴の方ありがとうございました。もしよければ高評価ボタン、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。あとコメントの方もねお待ちしております。ありがとうございました。